こんにちは、チェゴです。チェゴのリーダーのはるかです。こちらです。みほです。まほです。さっきあげた、はい、ダンスプラクティス動画見てくれましたか？ありがとう。あれ、そこの君まだ見てないって。今すぐ今すぐ最初に見てから戻ってきて。そうよ。で、待ってるよ。さっきあの魔法が見てくれたかなって言ったと思うんですけど、なんと今日の解説動画の振り付けの曲はブラックピンクさんのトゥルトゥルトゥルをやりたいと思います。で、ちょっと振り付けがあの異なるところがあると思うんですけども、そこはご了承ください。お願いします。癖が強いんじゃ私ごめんね。それもなんかチェゴ流っていう感じで見てくれたら嬉しいです。嬉しいです、はい、もしファンのブラックピンクさん、ブリンクの方とかがなんか不快に思ってしまう踊り方だったらすいません。でも私たちらしく踊っていきたいと思います。それじゃあレッツラーゴー。あ、ごめん。いいよ。はい、ではブラックピンクさんのサビパート1からやっていきたいと思います。イエーイ。皆さん、私も頑張って教えるので、皆さんも頑張って覚えてください。お願いします。お願いします、はい、いきます。最初、ワン、ツー、スリー、フォー待ちます。で、ファイブから両足を開いて、手も開く、はい、はい、で、戻す。そしたらこの手を倒します。で、左脇を閉じる。で、その時に体重は左体重で、左に腰を持って腰を落とします、うん、で、右は曲げます。こういう感じ。もう一回いくと、ワン、ツー、スリー、ファッ、ファイブ、シック、セーブ、エイ。そう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 。そしたら手が右、左で、手の形はこれでやってください。2本で、2本で、親指で親指、はい、で、右、左やったら右から打って打って3回目でボンってやります。で、その時に右体重から左体重に膝を曲げます。で、この膝を曲げることをバウンスって言うんだけど、そのバウンスを4回やります。これがツン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 、タンタンタン、右左、1、2、3、4。で、この時に体重も右から左にやってください。膝を曲げながら右から左にやります。もう一回最初からいきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブン、エイ。タン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 、右、左、1、2、3、4。やったら一回膝を曲げて、ジュンカ、ジュンカっていう音なんだけど、その時に膝を曲げたら1、2、3、4、ズンでも手を持って肩をカウンカって2回やります。で、肩を上げるときに肩を上げる方も意識してほしいんだけど、下ろす方も意識してください。これがズンカズンカって、こっちの肩だけを上げるんじゃなくて下げる方も意識、ズンカズンカ、はい、で、これが足つくと1、2、3、4、下右下右で、今度は右に乗ります。で、カカ、はい、もう一回いくと、バウンスからせーの、1、2、3、4、下右下右右カカ、はい、で、この時はお尻を右にやってください。で、ズンカカやったら次進みます。ズンカカやったら手が穴を掘る感じそう、おいしょって穴を掘る感じで、ドンカドンカってやります。で、ここに足がついて、左足から左、右、左、右で、この時に頭もつけます、はい、これが1回目と2回目は倒して倒す。で、3回目、4回目は上げるか、はい、もう一回いくと、ここからせーの、はい、倒す、倒す、戻す、戻す、はい、こんな感じです。もう一回最初からゆっくりいきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セーブン、エイ。打って打って
ズズンズズン1,2,3 右にツンチャツンチャドンカカ左右上げるか。はい、ここまで大丈夫ですか。大丈夫ですか。ではさっきの振り付けの頭からここまでをスピードアップしてやっていきたいと思います。皆さんも一緒に頑張ってください。はいはい、いきます。ワンツーせーの5、6、7、8チャ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 ズンズン1,2,3右トン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 ズンカカ1,2,3,4お、できましたか皆さん。できましたか。はい、そしたら次へ行きます。はい、じゃあ今度はこれの後の振りパート2行きます。まずこういう動きなんですけれども、うん、腰を斜め前に出して斜め後ろに出す。そしたら反対も斜め前に出して斜め後ろに出します。で、この時に手が同時にマッスルマッスルそうですね、マッスルあるね、マッスル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 やります。斜め前斜め後ろ斜め前引く、そう、出して引く出して引く、腰も出して引く出して引くです。じゃあちょっと行ってみましょう、一緒にやってみましょう、はい、せーの、出して引く出して引く、そう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 、いい感じいい感じ。うん、はい。で、そしたらこれをやります。そしたら手がさっきもやりましたね、両手、これ両手です、両手パンパンダーンです。手がパンパンダーン、はい、誰かのことを狙って打って打ってパーン、はい。で、さっきと笑って、あ、笑った方がいいの、笑った方がいい、さっきと同じで、そう、さっきと同じで、で、腰もドゥン、右、左、そしたらバンス、バンス、バンス、バンス4回、はい、はい、これ、バンス4回なんですけれども、これ、ここまではね、今まで通り、今まで通り、ここまでは大丈夫です。そしたら今度はバウンスしながら回ります。こうちょっと上半身後ろめにして、こう打たれてる感じなので上半身後ろにしてそのまま回ります。はい、じゃあちょっとここから行ってみましょう。ワンツースリーフォーエンファイブシックスセブンエイマルワンツースリーフォー、はい。そしたらまたダウンアップダウンアップ、はい、さっきもはるかに教えてもらったと思いますが、ダウンしてアップダウンして、膝曲げて伸ばす伸ばして、手が肩が右右右です。で、うん、2回やったら反対の手をこっちの手を反対の肩にやって1回うなずきます。はい、うんかっかです。あ、いえ、うんかっか、はい、首はうんかっか、うん、はい。じゃあこう最初からここからいってみましょう。はい、ファイワンツースリーフォーエンファイブシックスセブンエイワンツースリーフォーファイブシックスセブンエイです。はい、そしたらここいきました。そしたら腰をダウンアップダウンアップ、はい、膝曲げて反対右の右に腰上げる、膝曲げて左腰、はい。で、最初、はい、ここからやったら 手の動きいきますね。手の動きは払う、1回目は払う、2回目は上からシュって下がります。払うシュ、はい、パッ、なんか上のもの何か掴んでゲットだぜっていう感じで、払って掴む、はい。そしたら掴んだらトゥッ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 ト、はい、音が結構静かめにトゥッ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 トゥってなってるので、ここも肩静かめに小さめにトゥッ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 ト、そう、肩を前前前、動きは前前前です。で、右手を左肩に添えます。はい、で、ここは肩だけを見せる感じ、こうかっこよく決めてください。はい、ここまでです。じゃあちょっと
最初から行ってみましょう。はい。はい。ワン、ツー、スリー、フォー、ダ、ファー、ユー、シック、セブン、エイ、ダン、ダ、ツ、ジャン、ダ、ツ、ザ、ウン、カ、ウン、ア、ア、ワン、ツ、つかむー、カタ、カタ、カタ、ヘイ。はい。いい感じじゃないですか。じゃあ少しスピードアップしてサビパート2を踊ってみましょう、はい、ここからいきます。5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8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  2 3 4 5 6
はい、皆さんどうでしたか？上手に踊れましたか？おー、上手に踊れたということで、私たちとても嬉しい限りでございますよね。はい、はい、はい、じゃあそしたら今度ははるかが教えてくれたサビのパート1から私が今教えたサビのパート2、最初から最後まで4人で踊りたいと思います、はい、じゃあ、あの方をお呼びしましょう。せーの、はるかみなさん、はい、今まで長い時間見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。はい、このチェゴの解説動画をたくさんの人が見て覚えていただけると嬉しいです。嬉しいです。ぜひなんか文化祭で踊るよとか、なんか披露するよってことはさっきパートもね、うん、しっかり言ったので、うん、ぜひその担当の人を見て覚えてくれたら嬉しいなって思います。はい、はい、そしてあの私たち全身動画のフルバージョンと、あと普通にカメラマン、カメラワークを、ね、はい、いろいろこう動かして踊ったバージョン、衣装もちゃんと着たバージョンも載せてますので、はい、概要欄に貼っておりますので、皆さんよかったら見てみてください。はい、ぜひ見てください。最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、はい、いいねとグッド、いいね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画がいいなと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。みんなありがとう。以上、チェゴでした。バイバイ。また次の動画